ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は少し先の話ではありますが、再来月の6月に開催されるアップルのイベント、WWDC2018 にて発表されると噂されている製品をご紹介したいと思います。WWDC は毎年開催されているイベントで、主に開発者向けのイベントですので、そこで発表される内容としては、MacOS や iOS の新機能についての話などが中心になったりするんですが、同時に新製品の発表が行われる場合もあります。例えば昨年開催された WWDC2017 では、新型の iPad Pro のほか、HomePod といって国内では発売されていませんが、Apple の AI スピーカー、そして iMac Pro や MacBook Pro なども発表されました。ということで、今年も WWDC で何か新製品が発表される可能性は十分にあります。今年の WWDC で発表されると噂されている製品としては、新型の iPad Pro、新型の MacBook、そして iPhone SE2 などが発表されるのではと言われています。まず新型の iPad Pro ですが、ディスプレイ部分のデザインが刷新されて、ホームボタンがない iPhone X のようなデザインになると言われています。また新型の MacBook ですが、まず上位モデルの MacBook Pro については、Intel が先日発表した新型の CPU Core i9 が搭載されたバージョンも出るのではと言われています。そして Pro のつかない MacBook の方ですが、こちらも CPU が最新世代のものに変更されるのではと言われています。ただ Pro のつかない MacBook の方は、筐体のデザインの関係上、最新世代に変わるとは言ってもハイスペックな CPU が搭載されることはないと思います。そしてここ最近になって噂が活発に出始めた iPhone SE2 ですが、こちらはワイヤレス充電に対応する反面、従来搭載されていたイヤホン端子は廃止されるとのことです。なお、今年の WWDC 開催日としては、現地時間の2018年6月4日から6月8日までとなっています。開催まで1ヶ月ちょっとありますので、この1ヶ月の間にまた新製品に関するリーク情報が活発に出てくるのではないかと思います。ですので、今回ご紹介したような製品、iPad Pro や MacBook、iPhone SE など、現行モデルの購入を検討されている方は、特に急ぎでないならば、6月に開催される WWDC の発表内容を見てから購入するかどうか検討した方がいいかと思います。また何か最新の情報を入手しましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。